貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社イーコレ代表取締役の一之瀬と申します。昨日のニュースで国民的脚本家の橋田スガコ先生がお亡くなりになられたということでですね、すごくね私そのニュースを聞いてまあ残念だったんですけれども、っていうのがあの私もね昭和の生まれなので、まあ、おしんに始まりですね <laughs> 渡る世間は鬼ばかりとかね。 まあ、ずっと、ね、こうはまっとてて見てた世代なんですよねなので、まあ、昭和を共にね歩んできた、えー、大先輩がお亡くなりになられたということでもうあの手のねファミリードラマは今後ね見れなくなるんじゃないかというのがすごく、まあ、残念に思っておりましてで今日はですね、えー、橋田壽賀子先生追悼ということで。 まその橋田先生のね作品の中でももう代表作の一つとね言っていいと思うんですけれどもおしんでもう一度見たいキャラ参戦というテーマでですねこの参戦は私がもう独断で選びましたでこの、えー、参戦についてお話をさせていただこうと思っておりますまずあのおしんに関してなんですけど今のね若い方がご覧になって面白いと思うかどうかはちょっと 置いといとてですね結構ねそのおしん宝当時は本当にこう日本中がねはまったというかおしんブームというのが起きていてですねであの大根飯とかあとなんかおしんのこう幼少時代の、えー、方向編だけをこう切り取って。 あの少女漫画にしたりとかねこんな風になってたりとかそのおしんが生まれ育った山形の銀山温泉かなその辺りがねすごくこうクローズアップされたりとかねこんな感じですごくね本当に。 えー、ブームになったんで,す、ね、でおしんがねすごくこう貧乏でかわいそうなのでなんかテレビ局にねおしに食べさせてあげてとか言ってお米がね送られたりとかあとまあ後々のストーリーで発生するんですけどおしんが佐賀でねすごい嫁いびりに会ってしまうんですね。 で佐賀県民の方がですねあのそのそ佐賀県民はそんなに悪いやつじゃないみたいな感じであのテレビ局にこう苦情を申し立てたりとかねもうそのぐらいみんなねもう我がことのように「おしん」というドラマにねハマっていたわけなんですね。で私自身はねおしんの最初の放映当初はまだ子供だったので。 学校にねこう投稿しないといけないからちょうどねおしんがやってるこう朝の、ね、NHK の15分の、ね、ドラマの時間帯でも学校に行ってるのでリアルタイムでね見れて,てたわけじゃなくて漫画がねちょうどあの発行されてたので漫画で大体の、ね、少女編の,その方向話のストーリーぐらいがしてたということで,ですごい人気だなぐらいはあのもちろん分かっていて。 でもねちゃんとおしんを見たのは大人になってからなんですよね。でおしんをねこう全ストーリーねどうやって見たかというと大人になってから町のねあの町の図書館でおしんの DVD というのがねこうフルセットで揃っていてそれね無料でねまああの図書館なので借りれるんですよね。それで借りて やあの初めてねもう本当にあの初めから終わりまで見てめちゃめちゃねハマってしまったというね多分ね6日ぐらいでねあの見たら借りに行って見たら借りに行ってみたいな感じで6日ぐらいでねもう一気見しちゃったような感じですごいねハマって面白かったんですけどでまたあの割とね23年前ぐらいかなあの BS で再放送しますよっていうねことになってで うちあの BS がないもので、でもねおしんそういえばもう一回見たいなと思って、またねあの長の図書館に借りに行って、えー、またもう一回見たということで、えー、都合二回ちゃんと見てるんですね。でやっぱりねすごいなと思うのが、あの自分の成長とともにですね見方が変わるんですよね。最初おしんを見た時とかは、もう佐賀のシュート目とかもうめっちゃねこう 悪いい人っていう感じでおしんかわいそう佐賀の姑は悪い人であのお父さんとかねあのおしんのお父さんとかもすごくこうお金に汚くてなんかもっとねおしんとかねあのふじ富士とかに優しくしてあげる富士っていうのはあのおしんのお母さんなんですけどあの富士に優しくしてあげればいいんだりとかあともう庄司あんちゃんとかねもう私の中ではすごいねあの悪い人っていうか。 自分は何もしないで、ね、もう全部おしんにねたかってなんてことだみたいな感じで思ってたんですけど大人になってみるとねまたちょっとね見方が違ってくるんですよねであの佐賀の姑さんの言うことも一理あるとかね思えるようになったりとかであの父ちゃんは父ちゃんでねあのすごく辛かったんだなっていうのが分かってきたりとか。 あんなね貧乏小作の何か跡取りさせられて自分はねもうそこでずっと一生過ごさないといけなくて「あんちゃんつらかったんだろうな」みたいなことが、まあ、わかるようになってくるわけなんですね。なのでいろんな視点でね楽しめるというところがまたすごいところであとねもう一個、まあ、あの脚本の中でもすごいと思うんですけどおしん自体もねすごくね変わっていくんですよね。あんだけ あの姑で苦労したのにこう自分がね姑の立場になって嫁がまあ来たっていうことになるとまたその嫁が気に入らなくて結構なんかあのぐちぐち言ってるとかねなんかねそういうなんかこう因果応報じゃないんですけれどもなんかそういうのねすごくなんか感じて。 ななんか深いいとね思った記憶がございますそして、えー、登場人物もですね一人一人まああのキャラクターがねあるんですけどそのキャラクターがですねあんまりこう一人一人にやっぱりその人の立場があってその人からして正しいことを言ってるけどまあ相手からしたらちょっとそれが意地悪く感じるとかねいびられてるように感じるとかねなんかそういうなんというかなぁ あのそれぞれの人がちゃんとねあの己のキャラを貫いているっていうところがまたねあの橋田菅子先生脚本の深いところだなと思うんですけれども、まあ、そんな中でですね「お、え、ふ、ー、しん」のストーリーにね出てきた中でもう一回この人ね会いたいなっていうかこの人ね見たいなっていうところでちょっとねお話をしていこうと思います。 であの今からね三線でねお話をしていくんですけどこねあのねンに出てくる人ほとんどのね、えー、に言えることなんですだと思うんですけれどもその脚本もすごいし演じてる人もすごいんですよもうなんかそのもうセットがねあの古いドラマなのでセットとかを見るとね確かにもうしょぼくてなんかあの舞台のお芝居みたいなね もうセットでしょみたいなセットなんですけどそこで演じてる人はですね絶対なんかあのもうその登場人物としか思えないというかねあのそ,のその場面が終わったら俳優さんなんじゃなくてもう絶対なんかそのままその人なんじゃないかというぐらいもう役になりきっていらっしゃるというかねその辺のなんか皆さんの演技力もねすごいなと。 思った次第でございますが、えー、そういうわけで、えー、と第3位ですねこの方をもう一度見たいというキャラクターなんですけどまずねおしん状況編に出てまいりました上のお書さんですねあのタカさんという名前だったと思うんですけど、えー、と渡辺美佐子さんという方が演じていらっしゃいましてすごくねこう絵に描いたようなあのおしょさんというかね、えー、江戸っ子で あの言葉もねすごいなんかチャキチャキの江戸言葉ででなんかねあのまあ、もちろん女性なんですけど、まあ、性格がねあの切符がいいというかねもう男前な性格でサバサバしておりまして結構ねあのおンをねいろんなところでまあ助けてくれるというまあ、ねとっても、えー、いい方なんですけどこの人も本当にあのもう 渡辺美佐子さんという女優さんじゃなくてもあのお書さんでしょっていうくらいでしか見えないというかねもう本当にお書さんでしかないみたいな本当に演技がね上手な方でございましてまたねあのチャキチャキの江戸っ子でおしんちゃんをね うまく導いていてほしいなというふうに思うわけでございますえでもう一度会いたい方第2位なんですけどこれですね賛否両論あるかもしれないんですけど佐賀のシュート目のお清さんですねこれはあの高森和子さんというね女優さんがやってらっしゃるんですけどこの佐賀のシュート目がもうすごいんですよねもう嫁いびりがなんかすごくて でこの高森さん自体は大阪のご出身なんですけどねもう佐賀弁でおしんうまいびり倒すわけなんですねであの私ねあの福岡の,もの人間なんですけど両親がね佐賀県なんですよ両親ともが佐賀県で,でしゃべりがねあの佐賀弁だったりするんですよね。 であの私も佐賀弁がそういうわけでわかるんですけどこの「お清」の佐賀弁がですね <laughs> かなり完璧でございましてあめっちゃなんかこの人ねもう本当に佐賀の,あの地主のなんか明治とか大正時代の姑さんでしょうみたいな形でですねあもうめちゃめちゃうまかったんですね。でこの しんでね、まあ、あの注目をされて、まあ、結構ね憎まれ役をすごくも完璧にこなされたんですけれどもなんかね後のトーク番組でね「徹子の部屋」かななんかだったと思うんですけど高森和子さん、んご本人をね、拝見したんですよ。そしたらまあなんかねあの普通にねお美しい方ででなんか喋り方もなんかすごくおしとやかでなんか女優さんっていう感じで。 あのお清はね演技だったんだって思ってうわーっと思ってね演技うまーっと思ってあのなんかあんなすごい鬼ばばみたいだったんですけどあれはなんか演技だったんですかっていうことでねあこの「おす,すよ、ね」でこの,お清のね嫁いびがあまりにも凄まじすぎて佐賀編はねあの苦手っていう方は 多いみたいなんですけどただねこのお沖夜にもう一回ねあの佐賀編でマックス立ててほしいと思っておりますでちょっとねあの話逸れるんですけどこの佐賀編でねあの元島原の遊郭にいた佐さんっていう方が登場するんですよねであの田野倉家のおしんがとついだその佐賀のねお家の えー、古作のところにお嫁に来た人で,であの元ね遊郭の女郎さんなのでそのお嫁に来る時に足抜けでね結構でんぱを売っ払ってその遊郭の女郎さんを引き取ったということでその時点でねそ沢さんはその嫁ぎ先からもえらいやっぱり嫁いびりを受けてて。でこっ ってるなぁと思ったのが、そのさわさんがね。あの元島原の女,女郎っていう設定で喋り言葉がちゃんとね。違うんですよ。なんかちょっと長崎っぽいね。あの訛りがあってあだからね。この佐賀のお清のしゃべりともあの？ 九州の方じゃない方はね分かりにくいところだと思うんですけど佐賀のお清のしゃべりと、えー、元島原女優の澤さんのしゃべり方やっぱ違うんですよね。でそこら辺もねすごいなんか細部もうディテールにこだわってドラマを作ってらっしゃるなっていうのをねなんか、まあ、大人になってからね思ったんですけど子どもの頃はねあ怖い怖いでね見てたんですが。 第2位はね、えー、佐賀の姑・およということでこのお清さんのですね佐賀うどん事件というのがありますのでもしね何かのきっかけでおんがねご覧いただける環境にある方は佐,佐賀編のですね、えー、お清がお清にこう,うどんを食べさせられるというかね えー、そのシーンをぜひねご覧いただければ非常にこう、えー、恐ろしいというか驚愕ののシーンですのですす、えー、ご覧いいただければと思いますさあそして「えー、お死ん」でもう一度見たいキャラ第1位なんですけれども、えー、ゲ,ンゲンジーのねファンはね私は結構おしんを見た方の中ではゲンジーファンはね多いと思うんですが。 これね、あの今福正男さんという、ねえー、俳優さんが演じてらっしゃっておりましてこの方ねあの福岡の飯、ね、塚のご出身ということで、まあ、そこも、ね、若干あの私親近感が湧くところではあるんですけれどもこの源氏ですねえっとね名前はね玄右衛門さんだったかなと思うんですけどなんかもう源氏玄でね定着してるんで源氏ってことになってるんですけど、えー、この方はですね 龍造、えー、って言ってねあのおしんが、まあ、結婚した相手ですね、まあ、旦那さんの、えー、お見つけ役みたいな感じでね、まあ、お世話係ということで佐賀からね龍造、えー、と共とに、まあ、東京にねひっついてきてましてで龍造がやってるんか螺斜面問屋かなんかあの、えー、なんかお洋服の生地をね舶来文の生地を売ってる問屋さんかなんかだったと思うんですけど そこの番頭さんもやりつつこう家の中のこともやりつつみたいな感じで,でそこにあのおしんがね嫁い、えー、でくることになるわけなんですけど隆三さんがねおしんに一目惚れをして。 であの結構ね口説き倒しておしんがね嫁い、えー、でくるっていうことになったんですけど、まあ、おしんがね古作の娘っていうことで源氏も最初ねおしんをなんか毛嫌いしてたりとかなんかね手切れ金を渡して別れさせようとしてたりしてたんですけどなんか次第次第にねおしんのいいところっていうか、まあ、優しさとかね、まあ、ちゃんとそれなりにねいろいろこう輝いて仕込まれてるみたいなところが分かるにつれてですね でおしんをなんか受け入れるようになってでねあの源氏がねすごくなんかこう癒しキャラでなんかかわいいんですよねもうしゃべり方も独特でこれねドラマ見た方はねお分かりになられると思うんですけどしゃべり方もねかわいいらしいし源氏自体がね、まあ、一つのねあの癒しポイントというかねもうすごくこうあのおしんの人生こう山あり谷ありでねつらいことがね 多いんですけれども源氏が出てくるとちょっとね一安心って「あ」みたいなねちょっと一息原自で一息つこうかみたいな感じのポジションでしてやっぱねあの源氏みたいな人がねあの家の中にいたらすごくつ、ね、らいことがあって帰ってきても源氏がいたらちょっと癒されるなとか思ってもう一回ねあの源氏がね 見れたらいいなと思っておりますということで橋田菅子先生のね脚本に出てくる、ま、キャラクターですねすごく、ま、個性的で、ま、魅力のあるキャラクターもいてで演者さんのね俳優さんたちの演技力とも相まってねものすごくあの相乗効果というかねまあ引きつけられるドラマがね数多くございました。 私もね「あの渡る世間は鬼ばかり」とかも結構初期の頃からね見てましてスペシャルとかもね最近本当に不定期になってきててでもね毎回あのツッコみながらも結構楽しみにしてましたのでまああの見れなくなるのも残念だなと思っている次第でございます。えー、ということで今日はですね あの橋田菅子先生追悼とということでおしんでもう一度見たいキャラ3選、もう完全に私の独断ということでお話をさせていたただきましたあの本当はですねこちらのチャンネルはですねあの私どものね会社で、えー、販売しております商品紹介ですとかあの会社経営の話とかねネット通販の話とかをさせていただくチャンネルなんですけど <laughs> 今日はあの非常にまあの脱線してですね、えー、おしんのね もう一回見たいということで、えー、このようなテーマになってしまったんですけれども、えー、今日のお話は以上になります本日もご視聴ありがとうございました